はい、えー。今回ですね、ドリアカセイから経過報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。吉田さんお疲れ様です。いつもありがとうございます。オフ会が近づいてきたので、売り上げ報告します。あの怪しいカードですが、ネットショップで4枚売れたと報告した後も売れまして、現状15万4千になりました。ネットショップの利用なしの連絡からも数枚数、えー、数枚オーダーがありましたので、合計16万9千です。カードで60万くらいになったので、今年中にカードだけ100万売ります。ということで。えっ、ー、と、この、なんだ。 キャプチャーもいただきました。はい、すごいですね、はい。おめでとうございます。で、えーと、今回はカードを検品したらちょっと売れないレベルの仕上がりのものは3枚ありましてどうしようかなと思ったんですが、半額にするので分け合し,しとしてどうですかと YouTube で話したら即日決まり、あの予さんの在庫キャンペーン戦略が成功しましたと。あと、塩や洗浄機、石を本業の方のネットショップに置いたところすぐ売れて13件お題いただきました。 売り上げは8万1456円です。YouTube の方も相変わらず売れて、リアルでも売れています。仕入れしてもすぐ完売となりますと。あ、こっちかな。リアルの方はこっちかな。8万なんで。8万1000。だリアルの方は、1、10、100、1000万 100,、10万。リアル100万ですね。素晴らしい。こっちがカードかな。こっちがリアルと。うん。すごい。はい。えー あまり物販は儲けはありませんが、病気の相談など、塩を食べてよかったと聞けるし、みんな健康になると思うので嬉しいと思います。最近は塩を買わずにだけ買う人には、塩を買ってくださいと言ってもらいます。買ってもらいます。アップセルですね。そして前回お財布に入れる金融アップカードを作ると言ってましたが、今回の IC カードを財布に入れた方から連絡があり、20万の臨時収入が入ったと。<laughs> YouTube で作ると話したら楽しみに声もいただきました、えー。今日、今日製造してくれる方だからね、お守りとみんなが欲しいというと、サイズを小さく作るのがスタートできそうです。また完成した報告しますということで。いやー、もう何でも売れますね。素晴らしいと思います。まあこれもですね、まあ一番最初は、まあまあ YouTube 再生数0、1からのスタートで、まあ YouTube のね、チャンネルをしっかりと作ってきたっていう、ただその積み上げた結果なんで、うん。 それがなかったらここには行ってないですからね。本当積み上げしかないかなっていうところですね。はい、素晴らしいと思います。まあ、これからもどん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 積み上げて高めに行っていただければいいんじゃないかなと。まあ、高めに行くとやっぱ勝手に高めになりますよね。だってブロックを積み上げていけば、うん、うん、なんか勝手に空まで行きますので。はい。あとはどれぐらいブロックを、えー、積み上げるのかによってそのスピードは変わりますけど、うん、まあ、空まで行きますからね。 頑張ってほしいです。では、えー、結果のシェアはこれで終わります。ありがとうございました。